Experience starts here. ANA World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は8月12日放送、ジャズピアニスト山中千尋さんに伺ったニューヨークのお話です。初めはクラシックピアノ弾いてたんでしょ？そうなんです。一応、クラシックかじってた程度なんです。いやいやいやでジャズに興味を持たれたのはいつ頃なんですか？小学生の時に、父がすごいクラシックマニアだったんですけど、その中にジャズのレコードが何枚かあって、で聞いてみたら、なんか今まで聞いてた音楽と違うっていう感じで、ピアノ始めたっていうのは何歳ぐらいなんですか？もうすごいちっちゃい時からですか？そうですね、小さい時からやってたんですけども、本当に先生についたの6歳ぐらいなんです、遅いんです、でもずっと普通にピアノのお稽古をしながら、でもジャズも興味持ちつつ、初めジャズっていうかクラシックの先生のとこに毎週曲を持っていくじゃないですか、そうすると自分でちょっとこう好きじゃない音とかこうしたらいいんじゃないかっていうのを書いて、赤く直していつも持ってってたら、それはやめなさいって言われて作曲っていうのは、作曲された曲っていうのはそれだけでいいの、完璧なんだから、あなたがなんか手を加えることはないって言って、本当にそうしたいなら、そういうジャズとかね、そういうのをやったらいいんじゃないのっていうふうに聞いて、で先生から、ジャズっていう言葉が1回だけ聞いたことがあって。なるほど、はい。でも分かる、すごく僕もちっちゃい時からバイオリンやって、僕はなんかクラシックの音楽ばっかり聴いてたけど、でもほらそれこそたまになんかこうレコードとかカセット聴くと、そういう他のジャンルの音楽って、なんだこれ別世界じゃんっていうのがあったはあったけど、踏み込まなかったんだよな僕の場合は。でも博士さんがこう新しい道を切り開いたわけですよね、今の。いやいや、でも本当に逆に言うと、僕は 18になるまで、クラシック以外音楽じゃないっていう頑固なクラシックオタクだったんですよ。そうなんですか？ガチガチの で東京18で芸大、千尋さん東宝でしょ？そうです、東宝です。で僕は芸大行ったわけ、芸大で東宝行ってたらこんな人生歩んでないと思うんだよ、逆に言うと。だってほら音楽の仲間ばっかりじゃない、音大って。そうですね。で僕堀川の音楽高校だったから、京都の。そうだったんです。でクラシック漬けで、それでそのまま芸大、芸大入って18で東京出た時は、N 響のコンサートマスターになるのが夢だったんですよ。そういう確固たる夢を持って東京出てきたんですけど、芸大入って1週間で全てが崩れて、すげえ。僕はまたジャズとかさ、そういうのね、こうちょっとまた高尚なやつ聞いてないよかったんですけど、僕の場合はパンクだったんですよ、初めにこう打ち砕かれたのが。そうだったんですか？そう、ピストルズのコピーバンドを芸大の彫刻家とか油絵のやつをやってて、それもコピーバンドね。そこがルーツなんですね。そこルーツなんですよ。そこでパコーンって扉が開いて、なんと結局さ、って若い時ってなんかこう音量の大きな音楽ってやっぱりこう圧倒されるじゃないですか、で僕の場合高校までの間で一番大きな音量っていうとマーラーのシンフォニーなんですよでそれでうわーって盛り上がってた18歳が、ピストルのコピーバンド下手くそだったと思うよ、ブワーンっつって4人でかき鳴らしてるのを聞いて、かっこいいって思って、そっからなんですよ。そうだったんですね、今でも東邦学園に博士太郎さんの伝説がいろいろ残ってそうなんだね、作曲家のね新作一旦行ってね、でなんか一番大切なピアノ壊したんだよね知ってる、東邦の一番いいピアノを。そうだったんですか？いやそれは一緒、僕じゃないよ、一緒に共演したそのピアニストが、鍵盤の上にドーンって座ってバンバンバンとお尻で弾くっていうのやってたんですよ。なんかおひれはひれついて大変な伝説になって、いやそれで出入り禁止になってるのは知ってる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 。だって世界中からさ、その目指してる人たちが集まってるわけでしょ、そうなんです。世界各国からでした、やっぱり千尋さんの時も。ものすごいいっぱいいて、だいたいさ一クラスが1学年っていうか、こう人数ってどういう単位なんですか？3000人か4000人います。そう
ういうこと、はい、あの実際中にいるんですけど、うん、でも実際出てきてる人たちは、うん、まあ、大体2割ぐらいなんです、ね、うん、でそのうちのやっぱりあの本当にトップっていうかそんな話なんだ、国にこれをあ持って帰んなきゃみたいな、そういう使命感で来てるので、ビザとかも無理に取ってきてるとか、もう必死ですね。うわ、3000人でも2割いったって、3000人の2割いったら5、600人いるわけでしょ。そうです、はい。うわ、そうなんだってね、そんなにミュージシャンいらねえもんないやぶっちゃけ、いやいや本当そうなんですね。だからすごい話だな、だから本当にピンからキリというか、本当にあのもう最初ジョン・メイヤーという人がいたんですけど、はい、その彼なんてもう在学中にもうレコード契約して、それですぐグラミー賞とか、まあ、そういう人もいれば、うん、そう、あの自分でね、あのいろいろやってるとか、うん、あと、まあ、いろんな科があるんで、うん、演奏だけでもないんですけど、ちょっとこうバークリー時代のこうレッスンとかって どんな風に覚えてることとか。あのですね、私の先生すごくやっぱり、課題が多かったのと、あと自分で考えてやれっていうのをすごく言われます。あの僕が教えられることは限られてるから、自分の方法を見つけなさいっていうのはすごく言われました。うん、マンツーマンでレッスンするんでしょ。そうです。で、あの何度弾いても、うん、あの OK って言わないので、うん、それで何なんだろうって言って、それでどんどんこう自分のやり方、先生の真似して、上手に先生の真似してもあまりいいって言われないんですね。だからその自分が何をやりたいかっていうのをすごいはっきりさせないといけなかったっていうのはすごく印象に残ってます。でもそのバークリーでね、ちょうどこれ一昨年の9月からですか、はい、助教授をされてると、はい、教える立場になってるわけじゃないですか、はい、こう母校で、いや教えるっていうか、うん、やっぱり自分が経験したことをシェアする、うん、なんか自分の経験をシェアして、でも一人一人もう、うん、やっぱり18、19の子だったらもうアーティストなので、うん、やっぱりその子の良さ、強みっていうのをそう励まして、やっぱ音楽やってて楽しいなとか、うん、もっとやりたいなとか、うん、そういう気分にしたいなという、のだけ心がけてます。何人の生徒お持ちなんですか、今教えてられるってのは。今プライベートなんですけど、うん、35人から40人。うわ大変だ、はい、でもその何かこう教えていこうとか、なんかこうなんていうんですかね、そのこの後進の指導っていうよく言うじゃない、そういうの やろうと思ったのってずっと思ってました、そんなこと。いや、やっぱりその自分がすごくやっぱりいい先生に会ってきて、それで、あ、なんかそういうのシェアしたいなっていう気持ちはあったんですけど、あとやっぱり学校に戻ったっていうのは、若いミュージシャンに囲まれると全然今の全然地域が違うんですね。すごい音楽が、いろんな音楽がやっぱりこう脈々と育っていくところにいるので、それは面白いなと思って。ああ、そういうことか、はい、教えるだけじゃなくて、はい、こう学べることもある、刺激されることもあるってことか。もう刺激受けまくりです。ああ、それ面白い、それいいねニューヨークってのはこれ音楽以外にも思い出あったんですか。そうですね、あの私本読むのが好きで、まあ、すごいちょっと変わったニューヨークタイムズにコラム書いてたフラン・レボウィッツっていう人がすっごい好きで、はい、どういう、あのね、なんて言ったらいいのか、いかにもニューヨーカーのこうちょっと皮肉っぽいんですけどユーモアがあって、こうなんていうのかな、自分たちを笑うみたい なこう自虐系の面白い人なんです。ウティアレみたいな。あ、そうです、女ウティアレみたいな。あ、なるほどなるほど、そんな感じ ですごく好きだったので、あ、ニューヨークってこんな街なんだなって、こんな人がいるんだなっていうので、すごくあの行ってみたいなと思ったんですね。でも随分長くニューヨークのお住まいだと思うんですけど、はい、今何年ぐらいなんですか、こうニューヨークを拠点にしてるとか住まい、お住まいになられて17年か、はい、結構長いな。長いです。随分変わりました。すごい変わりました本当。やっぱりね、うん、あのまあセプテンバーイレブン、ね、はい、があったからっていうのもあるんですけど、うん、あれから本当に変わりました、ガラッと。あ、そうですか、街の
ムードってこと？そうですね、あの街の景色もそうなんですけど、うん、やっぱり人もそういうなんかすごくこうポジティブっていうか、うん、強くなってるなっていう感じはします。あ、そうですか、うん、好きな場所とかあります？私あの、ま、いろいろあるんですけど、やっぱ美術館がすごく好きなので、最近新しくなったウィットニー美術館とか、あとやっぱり地元のブルックリン、私ブルックリンっていうところに住んでて、マンハッタンからまあ地下鉄で20分ぐらい行ったところなんですけど、うん、ブルックリンってすごく今面白いエリアがあって、なんかよく聞きますよね。そうなんです。でもうウィリアムズバーグとか、うん、あのパークスロープっていうすごい有名になったとこ以外で、うん、どんどん今開発されているとこもあって、ね、うん、僕がだってその行ってた頃っていうか、ニューヨークにねレコーディングとかに行ってたのが、はい、多分2000年よりちょっと前ぐらいなんですよ、はい、1996年7年8年9年それぐらいかな。でその頃はなんかブルックリンはちょっとこう廃れたって変ですけど、うん、ちょっと危ないし怖いしみたいな。そうだと思います。そう言われてましたよ。もう完全に危ない場所だったんですね。で私が住んでる場所は、うん、フラットブッシュエリアって言って、うん、これもまたちょっとえっていう感じだったんですけど、今すごくおしゃれになっちゃって、いっぱいあのおしゃれなもうお店が行ってきて、であとすっごく変わってるのがゴアナスエリアっていうところがあって、ゴアナス、ゴアナス、これもブルックリンの中ね。そうです、うん、でブルックリンの中なんですけど、もともとこうあの工場があって、はいはい、排水路があるっていう、はい、あんまり綺麗じゃないエリアだったんですけ ど再開発ですごい綺麗になって、でまたあのブルックリン自体が小さいビジネスを応援しようっていうことで、ちょっと変わったブルックリンらしい、うん、いい面白いあのビジネスは市がこう援助するんです。なるほど、ね、だからすごく面白いお店がいっぱいありますとか、あとスタジオとか、あのアートスペースなんかもいっぱいあります、うんうん、アーティスティックでもあるし、うん、ファッショナルブルでもあるエリアになってるんだろうね。そうなんです。だからやっぱりあの大手 の, その決まったお店が来るんじゃなくて、うん、はい、ニューヨークらしい面白いエキサイティングなようにしようっていう、そう、昔双方とかビレッジがそういう役割っていうか場所だったわけじゃない。そうです、ね、でそこがもうみんな、ね、知ってるものにバーってなっちゃったから移動したんだろうな。そうなんです。だからそれでやっぱりそのニューヨークの風景を違う、うん、同じにしないっていう、はい、なんか全部同じ風景じゃなくて、うん、違う個性的にしようっていうので、ブルックリン市がそういう運動をやってるそうなんです、アメリカだけじゃなくてもちろん、はい、ヨーロッパもしかり、うん、いろんなとこに外国も出かけられるでしょ。はい、うん、行きます。やっぱりあれですか、オーディエンスのリアクションなんか違いますか、国によって。お国柄って言ったらあれですけど。そうですね、やっぱりあのイタリアとかね、またもう自分勝手な感じで聞いてますし自分勝手ですか、すごい自分マイペースであの自分が聞きたいように聞きますし、あとやっぱりそのロシアはすごいこうなんかわーっていう、なんかものすごい熱狂的っていうか、盛り上がるのロシア。すごい初めね、ゴワゴワだった。なんとなくね、なんとなくイメージだけどね。そう、なんとなく人もやっぱり違うんじゃないか、うん、ね、政治のシステムも違うので、はい、そうしたらすごいやっぱ暖かくて、もうものすごい方たちだったんで、すごい嬉しかったです、うん、あ、でもいいですね、またそういろんなとこ行けるっていうのもいいよね。そうですね、あのやっぱりいろんな土地でハプニングっていうかあって。あ、そりゃそうでしょ。そうなんですよ。で大丈夫大丈夫、そういうの結構そういうのって楽しめるタイプですか。あの私は結構楽しいんですけど、うん、アルベロベッロって、はい、あのすごい綺麗なあのイタリアの古い町に行った時に、うん、エコロジージャズフェスティバルってあったんですよ。全てがこうエコロジーで、うん、全部土に変えるような素材で設営というか舞台作ったりとか、はいはい、あとオーガニックの食べ物とか出して、はい、すごい素敵なフェスティバルで、うん、でステージがあったんですけど、ステージもこう藁で、藁なんか土俵みたいな感じの、でもちゃんとやって、そうちゃんとその土に変えるっていうか、うん、でピアノ置いてあって、うん、で弾いてたんですよ。結構激しくなってきて、激しくなった時なんか変だなと思ったら、ピアノごとステージが沈んでたピアノが埋まってくみたいなピアノの重量ちょっと考えなかったんだな。だからやっぱそこがやっぱイタリア人の適当なんだよそれ無理でしょと思ったんですけど、まさかなと思って、あんまり気にしてなかった。ピアノやっぱ沈みましたね、うん
面白いでも多分イタリア人は沈んでいってのを見てもあははって笑ってんだろうな、やっぱりなみたいな。そう、気にしてないだと思ったねぐらいの感じよね。でもあのやっぱり、ね、それであの楽しませてくれなきゃみたいな、そういう感じで、うん、適当ですね。ごめんなさいっていう言葉があるじゃないですか。でもなかったですねイタリアだから。時間とかも大変な時あるじゃん、そのイタリアだスペインだこのラティーノの人たちの時ってさ、サウンドチェックやってたんですよ、うん、そしたらやめって言うから、えだって今始めたばっかりなの、見てたらご飯食べに行くからって言って、それでご飯の時間2時間ぐらいあるんですよ。そうで本当に直前までご飯食べてて、でもう本当にもう始まんなきゃいけない時間を越してもご飯はきちんと死守みたいな。ファーストプライオリティだもんな、ご飯と家族ファーストっていう感じで。そうなんだよね、うん、それがなかったら別に音楽なんていいんだよどうでもみたいな、ちょっとっていうかコンサートね、あのコンサートので時間が遅れるのはもう1時間とか当たり前ですか ね、 ね、終わったら2時とかねなのに大丈夫なのかなっていうでももう慣れてるね、その語る感じを見てると。あ、見てるともうしょうがないよね、しょうがないのね、うん、うん、そこでいちいちあーなんて思ってたら、いや無理です、もう私のマネージャーがイタリア人なのであ、そうなの。そうなんです、だからイタリア人で、でもすっごいなんか辛そうな顔してるからどうしたのって言ったら、今日昼食べるとこが決まらないとか言って、全然関係ない話しかしないんで、もうダメだこれはと思ってダメだ本当に。いいねそれ、楽しそうだねイタリア人のマネージャー。ああのね、ご飯だけど美味しい場所、うん、もうイタリア人しか知らない美味しい場所に連れてってくれて、うんうん、美味しいものを見つける嗅覚がすごいんですよ、うん、知らない街に行ってもそう必ず見つけるんで、はい、僕も得意ですよ文句ですか。セロニアス文句です、はい、うん、え文句って何かアニバーサリーなんだっけ。え今年生まれて100年ということなんですね。1917年に。そうなんだ、はい、逆にそんな古いんだな、うん、文句って。そうなんです、なんか音楽だけ聞いてるとさ、うんうん、かなりさこっちっていうかさ、割とこうその当時って前衛だね、考えてみればね。完全に前衛、完全にですよねそうか、生誕100周年ですか。そうなんです。でやっぱりあの日本だとやっぱりまだまだ知る人ぞ知る的なミュージシャンでもあるんですけど、うん、ジャズ界では、うん、まあ、神様みたいな、ね、存在ですね。え千尋さんにとってはもういつ頃から聞いてました。もうあの高校生の時からすごく、うん、あこれなんだっていう、かなりだからこう音楽があるべきっていう、それ以外の場所から音がするので、ね、想定外っていうそ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 う、ミスター想定外。そうだよねそうだからこう真っ当なっていうか正統派のねジャズ聞いてるとパッと聞いた時、いやいやこれアウトでしょっていう なんだこれっていうやつだよねそうですね、うん、だからあの、ま、今アメリカなんかだと一番前、はい、権威のあるコンクールは、うん、あのセロニアスモンクジャズコンペティションとかそういう名前がつくぐらい、うん、まあ、偉いっていう感じなんですけど、うん、なんか本人は全然そういうキャラじゃなかったみたいですね。やっぱ変人っていう。そうだね、アウトロー的な感じはあるもんね、うん、そうです ね存在自体がね。そうですね、やっぱりこうソロ撮ってて、まあ、バンドでいいソロになるとこう自分の演奏を忘れて踊ったりとか踊り出しちゃったりとか、うん、あとやっぱりなんていうのかな、すっごくこう目が良かったらしいですね、うん、それでいろんなものを見つけたりするのが得意でっていうので、で、あの、まあ、その目がいいっていうのは何でかっていうと、こう卓球大会があったんですって。卓球、あの、はい、うん、ジャズ雑誌のメトロノームっていうのが昔あったんですけど、はい、メトロノームがあの主催したジャズ面卓球大会っていうのがあったニューヨークのジャズ の、 あの人たちって卓球大好きなんです。今も今もなんです、それなんか伝統で。で第1回 の、 その卓球大会で優勝したのがセロニアスモンクだったって。うわだって全然分かんないところに球が来るって言って、うん、モンクがやるとやっぱり、だから面白い、誰もモンクのサーブを打てなかったっていう。あ本当、はい、あそれはでもプレーにも似てるかもしれないねそんな気するよね、はい、うん、はい、面白い話、うん、えモンクのこの、はい、セロニアスモンクという一人の巨人ね、あの、うん、こういじりようなさそうじゃない、逆に言うと、うん、ね、なんかあまりにも個性が強いからさ。ないですね。でも文句をまたこの 再解釈ってあれですけど、ペンコを紐解いて、はい、千尋さん自身の音楽にっていうの、これずっと考えら
れていた企画なんですか？文句がやっぱり、そのまま弾くと文句の真似というか、もう文句フォローする。でもやっぱそれをやってもしょうがないので、文句がどれぐらいこう元の曲から逸脱してたかっていうのをいろいろ聞いて、その逸脱っぷりをこうオマージュしてアルバムを作ってみたいなと思いました。 ANA World Air Current